ミゲル・アンヘル・モンテロ・フェルナンデスは、ベネズエラ・ミランダ州カラカス出身の元プロ野球選手。右ト左ヒ愛称は、ミギー・モンティ。2001年4月23日に、アリゾナ・ダイヤモンド・バックスと契約を結び、ニューストラ・セノーラ・ライス・パナザ高等学校からプロ入りを果たした。同校出身者としては、初の大リーグ選手である。2002年にパイオニアリーグのルーキー級。 水浦オスプレイでプロデビューを果たした。50試合の出場で打率263、三本塁打、14打点、に盗塁という成績をマークした。守備面では保守として6失策、守備率980、盗塁阻止率19%という成績を残した。他、3塁手及び1塁手でも試合に出場した。また、この時のチームメートには、 山口哲也がいた。2003年はルーキー級水浦でプレー。59試合に出場して打率。301、4本塁打、32打点に盗塁という成績をマークし、打撃面で成長の後を残した。守備面では盗塁阻止率を25%まで上げ、肩の強さを発揮した。2004年は A 級サウスベンドシルバーホークスで115試合に出場して、 打率。263、11本塁打、59打点という打撃成績をマーク、プロ入り後では自身初となる2桁本塁打を放った。また8投塁を決め、スピード面での進歩を示した。守備面では、保守としての85試合で12失策、パスボール9個を犯し、進歩の勘がなかった。2005年は A 級ランカスタージェットホークスでプレーし、 八十五試合に出場して打率三百四十九二十四本塁打八十二打点一盗塁オプス点零二八を記録した。また守備面でも失策こそ多かったものの盗塁阻止率三三十パーセントを記録し強権保守として開花し始めた。途中 AA 級テネシースモーキーズへ昇格し、昇格後の打撃成績は打率二百五十 日本類が13打点と並みのレベルだったが、守備面では引き続き3割超えの投類阻止率を記録し、A 級ランカスターでの数字がまぐれでないことを証明した。2つのランクでの通算成績は打率326、26本類が95打点、2投類、オプス0.943、投類阻止率32%というものだった。2006年は開幕から、 AAQ テネシーでプレーし、81試合に出場して打率270、10本塁が46打点という打撃成績を残した。また守備力も大幅に向上し、75試合のキャッチャー守備でエラー2個に止め、守備率997をマークした。また、投塁阻止率は39%という効率を誇った。その後、 トリプル A 級通村サイドアインダーズに昇格し、36試合で打率、321、7本塁打、29打点、1盗塁という成績を残して強打を発揮した。AA 級テネシーとトリプル A 級通村での通算成績は、117試合の出場で打率、286、17本塁打、75打点、1盗塁、 投類阻止率38%というもの。出場試合数はマイナーでの年間で自己最多であり、3年連続で2桁本塁打を放った。9月6日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャーデビューを果たした。この試合では3打数ノーヒットに終わり、一三振を喫した。メジャー1年目のシーズンは6試合に出場して打率250、253打点という成績を残した。 2007年のダイヤモンドバックスでは、クリス・スナイダーが、正捕手を務めていたが、モンテロも多くの試合に起用された。スタメン出場した4月14日のコロラドロッキーズ戦では、8回裏に、ラトロイ・ホーキンスから、メジャー初本塁打を放った。また、9月5日のサンディエゴ・パドレス戦では、ソロホーマーを2発放ち、メジャー自身初となる1試合でのマルチ本塁打を記録した。 最終的には84試合に出場し、打率こそ224と低かったものの10本塁打を放ち、37打点をマークした。守備面では6失策を犯して、守備率 984DRS-6 という成績で、自慢の強権でも盗塁阻止率22%に終わるなど、かんばしくない結果だった。二千八年は前年に引き続き、 スナイダーが正捕手だったが、モンペロも70試合に出場した。打撃面では、打率255、5本類が18打点という成績を残し、ホームランと打点こそ前年から半減したものの、打率の水準を引き上げた。また、出塁率300、超打率400のラインをクリアし、メジャー3年目でオプスが初めて0.700を超えた。 一方の守備面では、エラーを4個に減らして、守備率を989まで上げたものの、DRS と通る位相指率はさらに悪化し、2年連続で結果を残せなかった。アリゾナダイヤモンドバックスでの現役時代2009年は3年連続で、スナイダーのバックアップ保守として、シーズン開幕を迎えたが、スナイダーが6月下旬に故障者リスト入りしたため、モンテロに、 正保守の座が巡ってきた。最終的には128試合に出場し、高い打撃力が海岸。規定打席には届かなかったものの、打率、294、16本塁打、59打点、オプス0.832という好成績をマーク。また、メジャー初盗塁も決めた。守備面でも多少の進歩を見せ、DRS は、自身初の平均以上となるプラスにを記録したほか。 盗塁素子率もメジャーでは自己最高の26%を記録した。さらにパスボールは2007年は73試合にマスクをかぶって5個だったが2009年は111試合で4個に止めボールブロック技術の向上も成績で証明した。2010年、前年は2008年まで正保守だった。スナイダーの故障によりレギュラーの座を射止めたがこの年は逆に モンケロが開幕直後に故障してしまい、約2ヶ月間戦線離脱した。結局、故障の影響もあって85試合の出場に止まり、打率266、9本類打、43打点という、やや物足りない打撃成績に終わった。一方、守備面では、守備率996、盗塁阻止率がメジャーでは、地震初の3割超えとなる31%を、 記録するなど、さらなるステップアップが見られた。2011年4月1日に行われたロッキーズとの開幕戦では、5打数3安打2打点の活躍を見せる、最先の良いスタートを切り、ダイヤモンドバックスの正捕手を務めた。7月には監督推薦により、オールスターのメンバーに選出された。後半戦に入ると、打撃の調子を上げ、打率、九十五八本塁打。 41打点、オプス0.852という成績をマーク。シーズン全体では、自己最多の140試合に出場し、メジャーで初めて規定打席に到達した。打率28、282.18本塁打、86打点、1盗塁、オプス0.820という好成績を残し、本塁打と打点、それに二塁打で、自己ベストの数字を叩き出した。 守備面での活躍も光り、DRS プラス後、自己最高にして、リーグ1位となる盗塁阻止率40%を記録するなど、攻守に充実したシーズンを過ごした。シーズン終了後の MVP 投票では、セントルイスカージナルスのヤディアーモリーナと並んで21位にランクインした。2012年5月26日に、球団史上最高額となる総額6000万ドルの5年契約を、 結んだ。シーズンでは141試合に出場し、2年連続で規定打席に到達。得点圏で打率、345オプス1.001と非常によく打ち、打率、286.15本塁が、88打点、オプス0.829という打撃成績を残した。また、選球眼が飛躍的に向上し、2011年までの自己ベストを、 大幅に更新する73支球を選び、リーグ6位となる出塁率391をマークした。守備では、盗塁阻止率42%を記録し、2年連続4割以上、自己最高の数字だった。2013年開幕前の3月に開催された、第3回ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。シーズンでは、打撃不振に陥った上、 7月には腰痛を発症させて故障者リスト入りした。これら不審や故障の影響により規定打席に届かなかったばかりか、2011年から2年連続でクリアしていた打率、280.15本塁打、80打点のラインにも届かなかった。守備面でも DRS が4年ぶりにマイナスとなったほか、リーグワーストとなる9個のパスボールを記録、投類阻止率も、 3年ぶりに40%未満に終わり、打撃と同様に制裁を欠いた。2014年は3年ぶりにオールスターのメンバーに選出され、シーズンでは136試合に出場して2年ぶりに規定打席に到達。しかし、前年の打撃不振から脱却できず、打率、243.13本塁が72打点、オプス0.699という打撃成績に終わった。 元々、足が速くて、投類の多い選手ではないが、4回投類にトライして、すべて失敗し、走類面でも不審を呈した。守備はさらに悪化し、自己アーストの13失策を犯した。DRS も2年連続で悪化し、投類阻止率もリーグ平均値とほぼ同等の29%に、止まるなど、走行守の全部門で不審だった。2014年12月9日に、 ジェファーソン・メヒア、ザック・ゴドリーとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。シカゴ・カブスでの現役時代2015年は113試合に出場し、うち90試合が先発マスクだった。バッティング面では打率、248.15本塁打、53打点、1盗塁、オプス0.754を記録、通算100本塁打を達成した。ディフェンス面では、 ミなリードで、ジョン・レスターや、ジェイソン・ハメルらの高等をたびたび引き出した。一方で、リーグの保守で、ワーストの12失策を犯し、盗塁阻止率も、リーグ平均値28%に対して20%、止まりだった。ただし、DRS はプラス7と高数値だった。2016年は、ウィルソン・コントレラスの台頭もあって86試合の、出場で打率。216、 8本打、三33打点、1盗塁、オプス、684という、冴えない成績に終わった。守備面では71試合でマスクをかぶったが、7失策、守備率、988、DRS-1、盗塁阻止率11%と、打撃同様に、いまいちの内容に終わった。なお、この年は1試合で、マウンドにも上り、113回で被安打4。 一失点という内容だった。2017年6月27日のナショナルズ戦で1試合7盗塁を与え、その責任を先発投手のジェイク・アリエータに押し付ける発言をしたため、その翌日にディーフとなった。トロントブルージェイズでの現役時代2017年7月3日に後日発表選手、または金銭とのトレードで控え保守のルーク・メイリーが、 故障者リストに登録されたチーム事情からトロントブルージェイズへ移籍した。7月30日のロサンゼルス・エンゼルス戦でこの日デビューしたドロイス・スクリブナーから移籍後3安打目にして初本塁打を記録した。オフの11月2日に FA となった。2018年2月1日にはシントン・ナショナルズとマイナー契約を結び同年のスプリングトレーニングに招待選手として 参加することになった。3月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、4試合の出場で11、打数で無安打と振るわなかった。4月11日にマット・ウィータースの故障者リストからの復帰に伴ってリーフとなり、14日に自由契約となった。その後は、どの球団とも契約せず、12月10日に引退を表明した。 アベレージとパワーのどちらのスタッツでも数字を残せる打力を持つ。マイナーリーグでは300以上の打率を記録したこともある。メジャーリーグでは300到達は未経験だがレギュラー格として100試合以上に出場したシーズンでは280、290台の打率をマークする。パワー面では15本類打以上を複数回記録しており2011年は リーグ9位の36二塁打をマークするなど、高水準。かつては2011年から2年連続で40%以上の盗塁阻止率を記録する強権の持ち主だった。2011年は、ナショナルリーグ1位の盗塁阻止率である。しかし、2013年からは、阻止率が年々低下している。ありがとうございます。